はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっとハードオフに行ってジャンクのビデオカメラを2つ買ってきたんで、そちらをちょっと紹介したいと思います。私ね、 YouTube に動画何本かアップしてるかと思うんですけど、今までずっとね、携帯か一眼レフのカメラで撮ってたんですよ。で、今もね、一眼のカメラで撮ってたんですけど、携帯はオートフォーカスとか、自動でやってくれるんですけど、この一眼はね、オートフォーカスがね、私の持ってるのはね、そんな動画にね、特化したモデルじゃないんで、ガチャ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 うるさいんでね、今はね、マニュアルフォーカスにしてこうね、自分でフィンター合わせなきゃいけないんですけど、ずっとビデオカメラ欲しいなって思ってて、ハードオフに行ったらね、ジャンクで売ってたんで、ちょっと衝動買いじゃないですけど、2台ね、買ってしまいました。で、まず1つ目がですね、こちらですね、パナソニックの型番が HDC-SD9 ってやつですね。動画静止画ともに撮影再生できましたってことで、画面に横線が入りますってことですね。バッテリーに充電器、リモコン付属ってことで、付属品みたいなのはね、全部ついてました。でね、本体がこちらですね。これ SD カードでやるやつですね。ここに SD カードが入るタイプになってるみたいです。でね、一応フル HD でも撮れる仕様になってて、こう開けるとね、電源が入るんですけど、こう書いてる通りね、ちょっとね、映像上わからないかもしれないと思うんですけど、こう画面にね、若干横線っていうかね、この液晶がなんとなくちらついてんですよね。でもね、普通に撮ってる分にはね、特に問題はないですね。見るときに横線が入ってるわけじゃないんで、こうやってね、撮ってるときは別にちゃんと撮れますんでね、若干液晶にありかなって感じですけど、フル HD で撮れて、SD カードでね、撮れてね、4320円っていう値段がね、ちょっと高いか安いかはちょっと微妙なところですけど、まともに使える感じですね。この辺もいろいろボタンがあって、D 端子と USB と AV アウトかな。でね、オートフォーカスでマニュアルフォーカスの切り替えのスイッチとかってね、それなりに、使える感じのビデオカメラですね。外部マイクのね、入力端子がないのがね、ちょっと残念ですけど、マイクはこの上についてる感じですね。ここにスイッチがあって録画と再生、一応軽く撮ってみたんですけど、普通に撮れる、特別映像が綺麗ってわけでもないかなって感じですけど、十分使えると思います。手ブレ補正とかもね、結構揺らしてもね、大丈夫だったんで、古い機種ですけど、今後ね、これをね、メインにね、ちょっと使っていきたいなと思います。でね、もう一個の方がね、これがもっとね、あれなんですけど、見えるかな、ですね、これビクターのやつですね。 GR-DV2000 ってやつですね。録画再生できました。レンズ内ゴミあります。モニター映りません。充電器リモコン付属です。でってことで2160円でね、モニター映りませんってなっててね、モニター映んないのになんで録画再生できましたって分かったんだろうなって感じなんですけどね。テレビつないで確認したんですかねと思って、これ実はね、テープなんですよ。テープってもDV テープなんですけど、皆さんご存知ですかね、 DV のテープって。こういうテープですね。こういうテープ、ミニ DV ってやつですね。これね、ハイビジョンとかで撮れないんですよ、この DV って。4対3の画面、一応ワイドスクリーンにはなるっちゃなるんですけど、それもね、うまく撮れない。これはね、自分昔 DV 使ってて、DV のテープはね、あるんで、それのね、再生用に使えないかなと思って買ってきて、
たんですけど、まあ、画面が映らないってことだったんですけど、一応ねハードオフの店員さんはねどこを見て言ってるのかわかんないんですけど、一応ね開けるとねちゃんと映るんですよね、こう画面こうやって、うん、どういうことですかね、まあ、ちょっとまあいいんですけど映ったから、うん、映りませんってなっててね、普通にこうやって開けて使ってみたらね普通に映るんですよ。でねちゃんと映るし、こうまあ上下もなるし、別にさっきのやつみたいに横線が入るわけでもないしって感じでね、うん、まあ良かったですね。まあモニターも映りますし、まあ、SD カードも入るんですけど、まあ、この SD カードね静止画用で動画の記録には使えないみたいですね。でまあねこうファインダーもこうやって伸びたりして、まあ多分当時としては結構本格的な機種だったんじゃないかなと思いますね。こちらの方はねこっちにね外部マイクの入力とかもあって、はい、結構いい感じですね。ここに、マイクもお外付けのね、あとフラッシュとかつけられるのかな、はい、って感じでね、まあ、ちょっとまあ今のものに比べたらちょっとでかいですけどね、まあさっきのがこれなんで、まあ二回りぐらい大きいかなって感じですね。まあでもねちょっと本格的っぽくてね、まあいいなって思ってね、まあ、しかも液晶も映んないってことだったんですけど、まあ普通に開けたらねこうやってね映るんで、まあ良かったですね。まあこの辺もいろいろ再生とかね逆光補正とか結構ね昔の機種なんですけど、まあいろいろ細かい設定ができて非常に、いいカメラだと思います。まあこれはね昔自分が撮った DV のテープをね見るように使いたいと思います。うん、バッテリーもねなかなかでかくて、まあ、2時間ちょっとは撮れるのかな、そのぐらいは撮れるんじゃないかと思います。はい、というわけでですね、今回はね、ハードオフでジャンクで買ってきたビデオカメラの紹介です。でした。今度からはね、こっちかな、こっちのカメラでね、動画を撮って YouTube にアップしていきたいと思いますんでね。まあね、DV もね、うん、まあ自分自主制作映画とか撮らないですからあれですけど、まあちょっとね、味のある感じの映像が撮りたかったらね、DV もねまだまだいけると思いますね。ワイドスクリーンとかで撮ると、まあ昔の映画っていうかね、まあ映画、うん、実習映画とか撮るんだったら DV テープとかねまだまだ使えるんじゃないかと思いますね。フル HD、 普通のデジタルのねフル HD だとね、まあ映像的には綺麗なんですけど、まあ綺麗ならいいかっつったらねそういう話でもないと思うんで、その辺難しいところですけど、まあちょっとね使い分けていきたいと思います。はい、今回はですねジャンクで買ってきたビデオカメラの紹介動画でした。うん、2つでね、6000円ちょいかな、まあ、6000円ちょいでねこんだけのものが買えればねまあいいかなと思います。まあ視聴者の方はね、まあ、そうこれに6000円って思う方もいるかもしれないですけどね、まあ自分的にはね、まあなかなか納得いくものがね買えたんでいいかなと思います。ではね、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい。また次回ね、なんかね、ハードオフネタとかね、パソコンネタとかあったら上げていきたいんで、よろしくお願いします。では、今回はこれで失礼します。さよなら。